ああ最高。お肉すごいわ。食べやすい。飲めるハンバーグだよこれ。柔らか。皆さんこんにちは、増渕幸男です。今回の茨城ペロリはですね、爆食増渕幸男チャンネル、私の個人チャンネルとコラボとなっております。茨城のですね、美味しい美味しいグルメをお取り寄せして紹介したいと思います。さあ今回食べるのはこちらになります。すごーい、お肉が光り輝いております。はい、ということで今回いただくのは常陸牛になります。はい、常陸牛はですね、厳しい条件をクリアした黒毛和牛のみが常陸牛と呼べる、もうとにかく特別なお肉なんです。さあ今回はですね、こちらミスジの、特別な希少部位のミスジとリブロースのこれワンポンドだそうです。あとはね、このハンバーグちゃん、あー美味しそう。さあ早速調理して食べたいと思います。はい、ということで焼いてきました。美味しそうすぎます。では早速いただきます。ソースがですね、私はですね、生姜ソース、和風ソース、これハンバーグのタレ、さらにこのニンニクのタレを、あー、すごい綺麗すぎるでしょう。いただきます。いやーすごいよ。うわ、柔らか。なにこれ。うわ、ナイフが、なんていうんだろう、沈んでく。柔らか。あー最高です。よし、いただきます。あー最高、最高になります。なんだこれ。わー、舌の上でとろける。でもすごい、なんていうんだろう、食感はしっかりしてるので、この上質な脂が溶け出すとともにお肉本来の旨味も楽しめる。うわ、すっごい。常陸牛をこうやってお取り寄せできるってすごいな。めちゃめちゃ贅沢で豪華で、お家のご飯がさらに楽しくなる。皆さん、お肉にはじゃーん、これですよね。ライスをちゃんと用意しておりました。ライスと一緒に食べよう。これが生姜のタレ。さっぱりして美味しい。最高。これが和風のタレ。これはまた生姜と違ったあっさりさ。続きまして、ハンバーグいっちゃいます。ハンバーグ柔らかすぎる。これはもう完全にナイフとフォークいらない。うわ、ほろほろ。すっごい。ハンバーグのタレをつけて食べましょう。何これ飲めるハンバーグだよこれ。柔らか、めちゃめちゃ美味しい。すごい。わー、でも牛のこの美味しさがもう凝縮されてますね。これすっごいわ、このふわふわ加減。もうね、焼く段階からもう本当にふわふわで、ちょっとこうもう持てないんじゃないかぐらい柔らかかったんですよ。焼き上がるとこうなるんだね。すごい。
一瞬で茨城来た気分になれるね、これ。もう茨城の最高級レストランで食べてる、そんな感じ。おいしい。でかっ、重っ。うわー、すごい。じゃあ、うわー、最高。はい、続きましてはリブロース1ポンドステーキになります。すんごくないこの大きさ、最高。うわ、柔らかいね、最高だね。あ、すごい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 。それでは、わー、いただきます。わ、お肉すごいよ。めちゃめちゃ美味しい、良質な脂身ですね。うん、あ、食べ応えある、これは。めちゃめちゃ好き。ほぼ歯がいらないやつだ。すごいよ、常陸牛、柔らかいお肉がたまらん。このなんかソースつけなくてもこの肉の旨味がすごくて、まずそれで楽しむのもありですね。うわー、最高。見てこの分厚さ、すごくない？お誕生日とか特別な日にね、お取り寄せしてもらってお祝いとかしたいな。最高だよ、常陸牛。はい、ということでペロリ、ペロリ。はい、ということで完食いたしました。いやー、もう食材の宝庫だからこそのこのね、こだわり抜いた常陸牛ということで、もう本当に本当に美味しかったです。幸せすぎました。もう本当にね、リブロースステーキもおすすめだし、ミスジーステーキもおすすめだし、ハンバーグもおすすめだし、あとついてくるタレとかも全部美味しいんで、本当に皆さんもぜひお取り寄せしてほしいです。私はですね、肉の専門店飯島さんで今回お取り寄せしたんですけど、ぜひ皆さんもね、あのお気に入りの一品を見つけてお取り寄せしてみてください。はい、ということでごちそうさまでした。